かなと思います。それでは琉球アスティーダと TT 埼玉の5回戦全試合をハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。琉球アスティーダが木造と吉村2連勝ペア、 TT 埼玉が曽根篠塚の愛工大名電高校のペアとなりました。これは本当に大きかったですね。1セット目ずっと劣勢だったので、はい、そこを逆転で勝って、このダブルスのポイントっていうのは本当にチームに勢いをつけましたよね。はい、まあ、対するこの愛工大名電高校の、まあ、3年生2年生の篠塚曽根コンビですけれども、まあ、プレー自体悪くなかったですよね。そうですね、もうプレーは良かったんで、あとはもう経験積んでいけばもっともっと良くなっていくと思います。ゲームカウント2対1で琉球が取りました。第2マッチのシングルス、琉球がシングルス3連勝中の吉村真晴、 TT 埼玉が松平健太の一戦でした。いや、吉村選手本当に強かったですよね。もう吉村選手の勝利で本当にもう勢い加速させたって感じですよね、はい、チームの勢いを作る男なので、やっぱりこの選手が勝つとこのチームは強いですね。まあ、サービスエースも多くありながらサーブで松平を下しました。ゲームカウント3対0で松平健太を下しています。第3マッチはシングルス、愛工大3年生木造優斗、そして愛工大名電2年生の篠塚大人の一戦でした。このゲームいかがでしょうか。そうですね、お互い持ち味は出てたんですけど、はい、木造選手のインタビューにもあったように、まあ、後輩だからやりにくい面もあったと思いますが、はい、しっかり向かっていけてましたよね。やっぱり先輩の貫禄勝ちっていう感じしましたね。まあ、木造りがサーブでもそうですけれども、攻めも守りもこの後輩の篠塚を圧倒してましたね。そうですね、好きなくやってましたね。はい、まあ、ただこの愛工大名電99番高校2年生の篠塚も随所に天性を感じるプレーもありました。そうですね、やっぱ経験をどんどん積んでいってもらいたいですね。はい、ゲームカウント3対0で琉球アスティーダ木造優斗が篠塚大人を下しました。マッチカウント3対0の後の第4マッチのシングルス、村松優斗対相田聡、カットマン同士の対決となりました。 T リーグ初顔合わせ、いやこれはもう本当に相田選手の攻撃力が光りましたね、はい、村松選手も、まあ、打ってくるのは分かってたと思うんですけど、もう本当にここまで打つのか、このタイミングで攻めてくるのとか、少しやっぱ戸惑いながら試合してた感じなので、相田選手のフォアもバックも仕掛けていく攻撃力が目につきました。まあ、村松も攻撃をするチャンスももちろんあったんですけれども、そのしのいだ後に間が見事に攻撃していきました、はい、本当に攻撃の手。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。